ピンポンパンポン。この動画には以上の要素が含まれています。ご理解の上視聴してくださいね。はい、毎度アインです。毎度どうも、ゆっくりマリサだぜ。ナイトハルトです。解説役の達也です。今回からこちらパルワールドをやっていきます。ほうほう。21年から待ち望んでたので早速やっていくぞ。あ、はい、行くぞ。む、気がついたか。あなたたち誰？わからん。猫が白目向いててなかなか表情豊かだな。おや、これは何かの端末か。消えちゃいましたね。とりあえず持っておきますか。というわけで、不思議な生物パルが住む島でのオープンワールドサバイバルですね。よし、とりあえず生まれ落ちてするのは背面の探索だよな。案の定何かあります。さすがはディアナ。アインです。これは老勇者の式ですね。どうやらこの端末に書き込まれたやつみたいだな。へえ、映像も記録できるんですね。なかなかやるな。風立ちの丘、初期地点って感じのネーミングだな。む、これはファストトラベル解放。この鳥さんみたいな像を触っていけばいいわけですね。ご機嫌いかがかな。木材銃をもらったぜ。感謝するぞ。さっきの動物みたいなのにやられたんです。あれで凶悪とかだと恐ろしすぎるぜ。ではでは、チュートリアルを終わらせていきますか。パルワールドの建築は長押しで残り時間が見えますね。ほう。お、レベルアップ。経験値はアイテムを取得と、行動で結構入手機会は多いですね。まずはパルを捕獲するためのパルスフィアを解放。それってモンスターボー。それ以上いけない。許されない。このパルボックスも重要なんです。パルボックスは拠点の要ですね。それを中心に拠点が出来上がります。お、パルスフィアが普通に落ちてるな。捕まえるにはどうすれば。体力を減らして投げると捕獲ですね。投げる際に長押しすると確率が見えますが、なんだ、転がってきて目を回してんぞ。あれ、結構判定シビアなのか。いえ、あの羊のパルもコロンなんですが、目を回している時は判定が怪しいんですよね。無敵時間さんでもあるのか。何、最初だからかポンポン上がるんですね。斧とつる橋を作って採取できるようになりました。この手の基本だよな。素手や他のツールで採取もできるんですが、入手量が激減するので基本的にはツールはそれに合ったものがいいですね。レベルアップの捨て振りはどうしましょうか。定番は重量とかスタミナか。まあこんなものだろう。ここは好みというかプレイスタイルでいいんじゃないでしょうか。攻撃をよく受けるなら HP とかでも。おや、貴重そうな鉱石。これがパルスフィアに使うパルジウムのかけらですね。石を壊しても少し出てたんだよなこれ。そうかもしれん。また式か。式、そうだな。お、今度はニワトリさん。タマコッコって言うらしいな。ほんと表情豊かだな。
登場もですが、各パルごとにモーションも作り込まれているので、見ているだけでもかなり楽しいですよ。ほう。それはともかく1匹目のパルゲットです。あまりに弱く、あまりにうまい。ふん、雑魚か。美味しいんですか。パルごとにパートナースキルが決まっており、パッシブスキルがランダムでつきます。ランダム、だと？何？今回の子は、防水加工がついてますね。なるほど、これは厳選がはかどるな。パルを捕獲すると、経験値を入手できるんですが、同じパルは10匹までガンガン入りますので、下手に戦闘するよりは捕獲の方がレベル上げは早いかもですね。わかった。坂道を歩いていると、自然と転がってしまう。食物連鎖の底辺、かわいそす。パートナースキルはこの子を盾に、盾に。お前の犠牲を無駄にはしない。そうだ、そのモコロンみたいな子ですが、作業をする際に近くにいると。おお、手伝ってくれるのか。なかなかやるな。あらかわいい。どのパルがどういう作業を手伝えるかは、図鑑や詳細等で確認できますね。で、パートナースキルが？モコモコシールドか。かわいそう。お前には、そこで働いてもらいたい。猫ちゃん。ツッパニャンか。名前からしてツッパリか。そうかもしれん。これまでの2匹よりは攻撃がしっかりしてますね。一見堂々としているが、実は臆病で弱い。虚勢を張った猫。しかし、パートナースキルの猫の手も借りたいは、所持重量を増やしてくれるので便利。あ、それは序盤のお供にいいな。作業適正も項目が多く、拠点に置くにもいいですね。よろしく頼むぞ。とりあえず初期に出てきた近くに、パルボックスを設置か。パルボックスに入れると、傷ついたり気絶したパルの回復もできるので、病院的な役割も担っていますね。ツッパニャンは強化も少し細かいですね。かわいい。どや猫。ボックスの数すごいですね。ほう、まあ厳選とかあるならこうもなるか。しばらくは、このパルボックスから拠点のアップグレードをメインに進めていきます。それと並行してチュートリアルを進める感じか。うわ、お腹空いてきました。もうクタクタで。なんだかんだで動きっぱなしだもんな。でも足りないものばかりですし、いろいろ見に行きたいですし。この手のは1日目は本当目まぐるしいですからね。そうだな。これは拠点にセットすると拠点専門になるのか。ほえ？最初は1体のみしか配置できませんが、拠点のアップグレードを進めることで、配置できる数も増えていきますね。なるほどな。とりあえずベリーで空腹をごまかしておきます。あとはチェストを配置すれば、最初の拠点のアップグレードは OK かな。よしよし。お前はよくやった。暗くなってきたのでキャンプファイヤーも置いておきますか。このゲーム夜は普通に暗そうだな。うわ明るい。ちなみに拠点に配置したチェストの中に素材を入れておけば、アイテム制作等に使う際はチェストのアイテムも使ってくれるので、いちいち取り出す必要がありません。そりゃいいな。そうだな。ベリーも焼けるのは珍しいですね。ああ、
あんまりないかもなぁ。ベリーもそうですが、基本的に食材は焼くことで効能が上がり、効果量が良くなりますね。うわ寒い。そうか、夜は温度差が結構激しいのか。震えているぞ。でも拠点レベルは無事に上がりました。これで拠点におけるパルの数が増えたわけだな。結構寒いですね。今日は焚き火の近くで休んでおけ。ゆっくり静養なさってください。いえ、さすがに横にはなりたいので。あうう、ダメージ1ずつ受けるのか。無理をなさるな。でもこれで寝ます。あれ、寝るのには天井が必要になるんですよね。ということは壁もですか。真相はそういうことだ。ではおやすみなさい。スッパニャン、おはよう。メニューからコミュニケーション取れるのな。よしよしよし、次は私の番だ。あれ、あなた誰？行商人か。今は素材しかないですからね。金の方がいいだろう。ねえ、つってんだろ。私としたことが。でもそこらのアイテムでも買い取ってくれるのはいいですね。せめてもう少し日数経ってから来てほしかったな。そうかもしれん。さっきのベッド設置で拠点のミッションも進んだみたいだな。これでパルを3匹置けますね。新しい騎士隊が必要だ。初日は3匹だけしか捕まえてないからな。次回からどんどん仲間を増やしていくか。といったところで今回はここまで。よろしければ、いいね、高評価、チャンネル登録等をお願いします。またね。さらば。